東海菊花賞は愛知県競馬組合が施行する地方競馬の重賞競争である。正式名称は愛知県知事杯東海菊花賞。副賞は愛知県知事賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、愛知県競馬組合管理者賞、開催室務委員長賞。1960年創設。長らく東海地区所属場限定競争であった。 翌1961年には、東海岡省も創設されている。1974から1976年には、中京競馬場の芝コース2000メートルで、施行されている。1996年に、中央地方全国指定交流競争に指定され、JRA 及び、地区所属場に門戸が開かれた。翌1997年だと競争格付け委員会により、 統一 GII 競争に格付けされた。当時はダート2 5 0 0メートルで施行。2001年、愛知県競馬組合による競争見直し及び名古屋グランプリ新設により、中央、地方全国交流競争から東海地区限定に戻り、2002年からは東海、北陸、近畿交流競争、2010年からは南関東、北陸、東海、近畿、 中国、四国、九州地区交流競争として施行され、2016年に地方全国交流競争となった。2019年は名古屋競馬場開設70周年記念の名を冠して施行。バレエは2000年以前についても現表記を用いる。コース種別を記載していない距離はダートコースを表す。各界競争結果の出展。ありがとうございます。